はい、じゃあ行ってみましょう。あ、ちなみにね、このハイエースネオは、まあ前のハイエースネオと今までのやつと同じなんですけど、この後ろにキャップ閉める、キャップ刺すのがね、結構ここがポコッとちょっとなってるんで、これちょっと音聞こえますかね。ちょっとね、マイクの近くで。コツっていうね、しっかり止まるんでいいと思います。それでは、柿味はね、ハイエースネオですね。まあ、僕のハイエースネオの印象は、まあ、硬い鈍っていう印象があります。でも細かい字もね、やっぱりこの硬い分なんか書きやすいなっていうのはありますね。なかなかいいですね。で、もみじの色もいいんですよね。もみじってこう描き始め、結構、まあ僕の印象はピンクっていうかね、すごくピンクのイメージが、印象があるんですけど、こう描いた時はね。でもインクが乾くとすごい赤っぽくなる。まあ若干赤紫っていうかね。なんかね、色の変化の激しいインクっていう印象がありますね、このもみじ。柿味はね、もうハイエースネオの柿味、まあ柿やすいです。で、キャップ閉めて、
なんとなくこの中が、まあ透明っていうよりもちょっと半透明に近い透明っていう感じ。うん、だから赤系のインクが入ってるっていうのはわかるけど、こうもみじかどうかっていうのはね、ちょっとこの見た目だけだとわからないかも。でもこっちまでねキャップ外してしまえばものすっごくクリアにこのペンシン部分が見えるんで、これいいですね。うん、いい。このペンシン部分がすっごい綺麗、そこが僕はすごく気に入ったところですかね。でね、このペンシンからこっちのあのハート穴が透けて見えるんですよね。これもいいですね。これわかりますかね、うん、これもなんかすごく綺麗、うん、ありだなと思います。結構いい感じ。はい、というわけで、ハイエースネオクリアシルバーですね。でこのキャップの部分がこれはシルバーなんですけど、あとブラックもありますよね。うん、まあでもハイエースネオを買うんだったら僕は結構このクリアタイプをおすすめするかなという感じですかね。うん、でまあ細くてちょっとあのコンパクトかな、手帳に挟んで持ち歩くとかね、そういうのには結構おすすめの万年筆かもしれない。まあ手帳に万年筆使うかどうかはね、まあわかんないですけど、うん、まあ、ちなみに僕は今普段持ち歩く手帳に、これじゃないけどハイエースネオを一緒に持ち歩いてます。ちょうどねあの細さがいいんですよ。あのシュポッといい感じではめれるんで、であんまり高い万年筆はやっぱ持ち歩きたくないというかね、そういう感じもあるんで、気軽に持っていける値段でっていうので、このハイエースネオは結構いいかも。書き味はすごくいいし、でこの最近出たこのクリアなタイプ、これは中のインクも判別できるんで、うん、この辺で、色別にね3本4本ぐらい揃えるっていうのもひょっとしたらありなのかもしれないし、うん、最近ねなんかこのクリアタイプっていうのがこのハイエースネオ以外も出てたりするし、ちょっと流行りなのかなって思ったりもするんですけどね。うん、でもかいいと思います。やっぱり中のインクが見えるっていうのはそれだけでちょっとね綺麗で、うん、おすすめします。うん、とりあえずこれ僕も買ってよかったですね。あ、でちなみに今このコンバーター、僕セーラーのコンバーターがどうも回しにくい、もう僕今まで使ったコンバーター全てセーラーのコンバーターはもうね妙にスムーズに回らないというか、別にダメじゃないんですけど、パイロットのコンバーターとかと比べると、あとラミーとかね、うん、使いやすいコンバーターと比べると妙にもう一歩っていう印象を常に受けてるんですけど、今気になんなかったですね。ひょっとしたら個体差なのかも。うん、まあちょっと今ふと思いました。
今全然気にならなかった今回。うん、はい、というわけでした。ハイエースネオね、いいんじゃないかなと思います。